というなんで、今度は催眠の話なんですけども、で催眠中の脳がどうなってるんだろうかっていうのを研究した人がいましてですね、でうさぎ猫猿人間という感じで、この白と黒の比率がだんだん変わってくると。で白い部分を新しい脳の毛って言ってですね、人間脳って言って精神の座としてですね、知覚とか判断とか、いわゆる黒い部分っていうのは本能や体の座でですね、で動物脳とか古い脳の毛とかっていうふうに言ってるんですけども、本能的な欲求とか快不快とか情動とかって、司ってるということで、で私たちの脳みそっていうのはですね、この痛点がないんですね。だからこの、脳の手術中にですね、電極を刺してあったとしても痛くない。それから全身麻酔をしなくても済むと。だからこのところに穴を開けるときだけ麻酔をかけてあげればですね、あとは脳の手術は普通の意識状態でできるんですよね。でそれなんでですね、それからまたそういった性質があるので、脳というのは非常に敏感なんでですね、話をしながら手術を進めていって、早めに脳の麻痺とかっていうのがないような状態で終わらせようにしようというふうに今なってるわけなんですけども、それなんでですね、脳の手術をしながらですね、催眠がかけられるんですね、話ができるっていうことは。でそれで、催眠をかけてみると、どんなことが分かったかというと、この電極がですね、こっちの方が1234で、こっちの方が1112とかって数が多いわけですね。それで、見てみると、こっちが古い脳の毛で、こっちが新しい脳の毛と。でこれは血流の変化なんですけども、こうやって、催眠前にこういうふうに調節しておきますと、催眠中になってくると、この78とか1112のですね、この発光が違ってくると。ということは新しい脳の毛の血流が減ったわけですね。でよくよく見てみると、古い脳の方の方はここの幅がですね、若干広くなってるっていうんで、血流が増えてるわけなんですね。それからピカピカピカっていう断続光の断続刺激を行いますと、こういった感じで脳波が変化するんですけども、古い脳の毛3の方は催眠の状態になったとしてもしっかりと触れてるんですけども、12の新しい脳の毛のは触れなくなってしまう。だから催眠や瞑想は深ければ深いほどいいんじゃないかと多くの人は勘違いしてるんですけども、深いとですね、ふとした拍子に寝ちゃうんですよね。それなんでですね、なるべく浅いところで何かした方がいいというふうな感じになってくるわけなんですけども、でこれらをまとめてみますと、通常の意識状態では新しい脳の毛の働きが活発で、なので理知的批判的に自分の世界を受け取ることができるんですよと。で表面意識と潜在意識を入れてる統合学の機能も活発なんですよと。ところが催眠の状態になると、新しい脳の毛の働きが抑えられて、古い脳の毛の働きが活発になってくると。そうすると感情的、本能的、直感的に感じるようになってきて、統合膜の機能は一時的に低下し、催眠や瞑想により潜在意識の内容を最後に変化させることができるというふうなことになってるわけですね。ですからこの瞑想や催眠の意識状態での変性種状態と、だから変性種状態っていう意識状態を作る手段として瞑想っていうのがあって、また別の手段として催眠というのがあるわけですね。ですからここに持っていくための手段と、だから料理をする時も煮るたく蒸す薬とかいろんな手段でもって料理を美味しく食べるように、この変性状態になるための手段をいろいろ持ってた方が人生が楽しくなるんでしょっていうことなんですね。でそうするとこういった意識状態になって、統合膜の力を緩めてあげればですね、ここにプラスを入れてあげると、この性格改善とか能力開発ができちゃうと。でまた、さっきも出てきましたが、この本人の主体的な努力の結果であるということなんで、催眠というのはですね、主体的な努力をすればですね、かかるのが自然な姿になってくるわけですね。で強いてかかんない人がどんな人がいるかというと、日本語が通じない人は、日本語で誘導すると通じかかんないからちゃうと。だから催眠中に寝ちゃうと日本語が通じないのでかかんないからちゃうと。義務教育を数学級で修了されなかった人の中には、そのくらい集中力が低ければですね、もしかしたら催眠にかかんないかもしれないというので、ほとんどの人は催眠にかかるんですよね。ですから催眠の状態になるかならないかは心配する必要はないし、さっきの瞑想の方も誘導を聞けば誰もが瞑想の状態になるんですよね。